2004年10月2日、主西隆文、部落解放同盟日の出支部長の解放同盟大阪府連への転任を祝う宴席でのことでした。その日、初対面だった前支部長の津本さんが酔っ払う前から私に絡んできたのです。水谷さんのヌード写真を撮って売り出そう。どういうことですか？日の出支部の資金を稼ぐためや。そんなの嫌です。宴席には今の山口県人権啓発センター事務局長の川口康さんをはじめ20人近くの参加者がいましたが、積極的に津本さんを止める人は誰もいませんでした。私は水谷真理子キャロライン、ずっと市民運動をしていた縁からある人の誘いで新大阪駅近くにある日の出地区の童話事業窓口団体大阪市人権協会日の出支部の職員になりました。部落解放運動をする団体というつもりで入ったのですが、現実は違いました。私のように外から引き抜かれた人はまあまあやる気がありました。しかし部落住民の子というだけで入った人や大阪市から出向した人たちはそうではありませんでした。はっきり言えば人権問題を仕事にするには程遠いレベルの感性の持ち主がほとんどでした。そして21世紀になってもこのような昭和時代の町内会のようなノリでした。今日は水谷さんの自尊心をボロボロに傷つけたろうと思っとったんや。酔っ払った津本さんの発言はますますエスカレートした。主西さんは腕を組んでしばらくその様子を見ていたのですが、津本さんを止める手でこんなことを言ったのです。いや津本さん、30の女のヌードなんて売れんやろ。せいぜい24、5歳までや。お前もう味噌じまいか。味噌じまいの女なんか何されても喜ばなあかんで。いい加減にしてください。私は本気で怒っていたし深く傷ついていました。私はハーフであることで幼少期から差別を受けた経験があり、そのことが一番心の傷になっているので、もし私がハーフであることまでセクハラ発言に混ぜてきたら、お店にあったワインボトルを割って相手を突き刺してしまうかもしれないというほど極限状態にありました。お客さん、もうええ加減にしてください。嫌がっとるやないですか。やめましょうよ。なんとようやく止めに入ったのは二次会の店の店員だった。1ヶ月後、私は山中民夫さんに相談しました。山中さんは障害者福祉団体の理事長をしていますが、山中さんこそ私を日の出支部に誘った人で、兄弟で初代支部長の大間正幸さんと一緒に支部を創立した一人でした。私は山中さんに1ヶ月前の宴席のことを話しました。何、津本と主西がそんなことをしたのか。山中さんは顔を真っ赤にしてお店のテーブルを叩いて激怒した。山中さんは津本さんと主西さんに反省文を書かせました。津本さんは謝罪して解放同盟の役職を降りた。だから私は津本さんは許すことにしました。しかし主西さんの反省文は文章にもなっておらず、何かを過剰書きしたふざけたものでした。主西さんは役職にしがみついたままで解放同盟大阪府連をこの問題を放置し続けました。私はもう日の出支部にいたくありませんでしたが、主西さんが役職を降りるまで職場で戦うことを決めたのです。そして事件から5ヶ月近く経った日、転機が訪れた。きっかけは朝日新聞の記者から取材を受けたことでした。水谷さん、大変なことになっているよ。朝の8時から大阪市内の支部長が全部集まって会議をしている。2005年2月27日の朝日新聞の朝刊の反響は大きいものでした。記事を見た他の人からも私のところに電話がかかってきました。水谷さん、実は私も同じようなことをされたことがあるんです。解放同盟の中には私以外にもセクハラの被害者がいて、主西さんが関わっている別の件もありました。被害の告発は女性からだけではありませんでした。俺なんて飲み会の席でパンツ一枚で腕立て伏せをさせられました。裸にされて太っているのをバカにされた子もいます。今は府連委員長で、当時は書記長だった赤井さんもこのことは知っていたし、それどころか赤井さんも日常的にセクハラをしていました。私はセクハラを受けた他の仲間と一緒に戦った。しかし職場で無視されるなどの嫌がらせを受けるようになりました。はい、水谷です。お前、解放同盟を売ったな。許さん、許さんぞ。
私の仲間は嫌がらせや圧力に耐えられず一人二人と脱落していきました。中には精神を病みそのまま入院した人もいました。結局最後まで戦ったのは私だけでした。そんな私でもストレスで2回の初期流産を経験し人権協会を退職しました。そして紆余曲折の末ブラック解放同盟日の出支部のセクシュアルハラスメントを正す会を開くことになりました。実は事前に南方で同様の会を行っていました。しかし解放同盟上層部の役員が出席せず話にならないので流会しました。2008年3月23日阪急淡路駅前の福祉施設に私のいわば弁護団と赤井隆書記長他の府連の幹部川口さんを含む日の出支部の職員そして表西さんが出席しました。今日はお集まりいただきありがとうございます。私が進行を務めさせていただきます。司会は弁護団のリーダーのコリア NGO センター理事のキムクワンミンさんでした。正す会は表西さんと解放同盟のここ数年間のあまりにもひどい対応を糾弾するものでした。ブラック差別のことになるととても熱心な同僚だった川口くんはこのセクハラの件に関しては最初から最後まで何一つできませんでした。そして会は表西さんの減給か停職の処分で決まりかけました。待ってください。表西さんの辞職を望んでいた私はマイクを取り上げて表西さんに直談判しました。わかりました、それでは辞職します。後に知ったところによるとキムクワンミンさんと赤井さんの間で表西さんを辞職させないことで話がついていたことが分かりました。しかし私がこの場で表西さんを辞職に追い込むことは想定していなかったようです。赤い書記長が顔を真っ赤にして激怒しながら私の座っているテーブルを蹴って出て行った時の恐怖は一生忘れないでしょう。2008年4月5日表西は依願退職しこの事件は一応の収束を迎えた。なお表西貴文は2023年4月9日の大阪市議会議員選挙に立候補したが落選した。